低信総合博物館は東京都千代田区大手町にあった企業博物館である。愛称はテイパーク。1902年にバンコク郵便連合加盟25周年を記念して開館した郵便博物館が前身である。1910年東京市京橋区小引町に低信省庁舎が完成したことに伴い庁舎内部に移転するも 収蔵物の増加に伴い庁舎内では手狭になったため1922年、元は病院だった東京市麹島地区富士見町2丁目の建物に移転定心博物館と解消。1964年に定心ビルに移転郵政省、日本電信電話公社国際電信電話株式会社及び日本放送協会による共同運営の博物館。 低信総合博物館となり、閉館に至るまでこの名称であった。日本国政府の行政改革と通信市場の自由化に伴い、運営組織も変遷をたどる。まず2001年に、KDDI が離脱2011年3月31日をもって、NHK が運営から離脱し、日本郵政と東日本電信電話の2社による共同運営となり、 2012年4月1日からは、公益財団法人通信文化協会と NTT 東日本の2機関で共同運営していた。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では窓ガラスの亀裂等の被害を受け、同年3月12日から8月2日まで臨時閉館を余儀なくされた。2011年8月中の開館時間は、 水曜日から日曜日の10時から15時となったが、同年9月より通常の開館時間に戻った。ビル老朽化と都市再生機構が進める大手町連鎖型都市再生プロジェクトに伴い、2013年8月31日をもって閉館した。2014年8月1日に解体工事が着工され、2015年8月31日に解体工事が完了した。 このうち通信文化協会が運営していた郵便関連については2014年3月1日に郵政博物館の名称で東京スカイツリータウンで再公開されている。NTT 東日本が運営していた部分については対象外となり、一部の展示資料が NTT 技術資料館に関されたものの、大半の所蔵品は同社情報通信資料センター所有となり、 一般公開はなくなった。なお NHK の所蔵品は東京都港区あたごの NHK 放送博物館に KDDI の所蔵品は社内保管を経て2020年12月1日東京都多摩市にオープンした KDDI ミュージアムにそれぞれ移されている。博物館の入り口日本で唯一の情報通信関係の総合博物館だった当館は郵便、郵貯 んぽの郵政3事業、電話やインターネット等の電気通信事業について資料の収集、保存、展示、調査研究等を行っていた。常設展示は通信文化協会が運営する郵政資料館と NTT 東日本が運営する NTT 情報通信館の2つから構成されていた。また、春休みや夏休み、大型連休などを利用して 期間限定で1回ホールにおいて特別展示が開催された。近隣の宮殿電校舎の運営していた電気通信科学館が校舎民営化に伴い閉館した際にはその所蔵品を引き受けた。電気通信科学館の建物は現在 NTT データ大手町ビルとなっている。なお、当館が入居していた定心ビルには日本電信電話の本社があった。 同一敷地内には近年まで旧東京郵政局ビルがあり、日本郵政公社東京支社、総務省関東総合通信局が入居していたが、再開発のため取り壊された。設計者は、定心ビル設計者と同じく、小坂秀夫である。これらの組織はすべて、旧定心省を前身としており、王子の定心省及び郵政省の所管していた、業務の幅広さを忍ばせる。 日本アマチュア無線連盟展示室に常設されるアマチュア局 JHR は元は当館の遮断局だった。ペリー提督が江戸幕府に献上したエンボッシングモールス電信機。重要文化財。所蔵品のうち以下のものが国の重要文化財に指定されていた。ありがとうございます。